もん、まっちゃんです。ばあばあばあ。はい、皆さん、まっちゃん、24歳になります。もう祝われても嬉しくないお年頃よ、本当に。本当に。本当にこの1年、マジでいろんなことがあったというか、前半でも結構バタバタしていた感じはあったんですけど、後半はもう本当にずっと時間内を繰り返し続け、なんとか這いつくばっていっているっていう感じだったりとかして、ね、まあいろんなお仕事とかさせてもらったりとか、少しずつ夢が叶ったりとかっていう感じで、こんなに大人数の方に見ていただけて、知っていただけて、声かけていただいてみたいなことが、なんか去年の自分だったらなんか想像できなかったなっていうところもあって、今はすごく幸せにやらせていただいております。ありがとうございます。そしてこのチャンネルもね、もうすぐで3年目を迎えようとしております。とんでもない動画をたくさん上げてはきたんですけどもまだまだなんか、まあ私らしくなんか適当にやりたいと思いましたので、今後ともよろしくお願いしたいなと思っております。はい。で、そして今回インスタのストーリーで23歳やり残してそうなことありますかみたいなのを募集させていただきましたので、23歳悔いのないようにやっていくために、お願い、こちらをやっていきたいと思います。それではレッツラゴー。やばい。ちょ、待って。めっちゃ来てんだけど、めちゃめちゃ来てるんだけど、彼氏作る。今年も彼氏できませんでした。来年頑張ります。私に DM してないこと。 DM したら関心返ってくるかな。返ってくると思う。ちょっと DM してみようかな。シーンで爆買いしまくる。よいしょ。もう多分映りきってないんだろうな。約4万本ぐらい買いました。母にキレられるので内緒にしといてください。何かで23揃うまで帰れません。帰れませんとかはちょっと夜遅くに撮ってるからできないんですけど、23秒で止めれるまで終われませんし、この00許していきます。よーい、どん。今24秒。おかしい、おしい、おしい。もう一回、よーい、どん。満足。髪ケア。髪のケアをしろと言われたので、次に塗っているアッシュさんに行きたいと思いまーす。本日シワから助けつけてブリ取るとか。まあ一回回って幼稚園児のプリ。改めて制服ぶり、あなたはいつ来ても制服が似合うことは分かっている。サーティワンアイスクリーム食べない？サーティワンを食べさせるっていうやつはなかなか鬼じゃないか、本当に。インスタライブでもしながら食べたいと思います。完璧。これちょっと何やったの？邪魔。何がやりたいの？何してんの？ちょっとうるさいんだけど。何？ちょっと金取って。
なんで勝手人のサプリ取ってくの？トイレで逆立ち。本当に皆さん、たくさんのコメントありがとうございます。残り23歳、わずかにはなってきましたが、頑張っていこうと思いますので、そして24歳はもっと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 自分に甘く頑張っていこうと思いますので、これからも今後とも応援よろしくお願いします。ということで、24歳は、絶対に、